皆さんごきげんよう。宮崎美穂が AKB48 グループのゲストメンバーを、お迎えする番組美穂の部屋、今夜も始まりました。はい、さあということで今日はね、もうコメント欄が韓国語がすごく多いのでね、韓国語でも挨拶しましょう。こんにちは、みょうえばん、しあけすみだ。はい、もう今日で終わりですよ、みょうの部屋も。年内最後の放送ということで、おれ、まじまげばんすいみだ。はい、もう、そんな時期ですかね。さあ、ライブイベントでのトークコーナー、みょうの部屋がとても好評だったために、ショールームで、毎週木曜21時にレギュラー配信をやらせていただいておりますが、はい、先ほども言いましたけど、今日がね、年内最後の、みょうの部屋ということで、軽く振り返るか、今年を。今年の1年はまず、ちょっとやっぱみょうの部屋に、こう、欠席することが多かったかなと思って、あのプロデュース48があったじゃないですか。でそれあって、夏の間はずっとコミちゃんがね、代役でずっとやってくれていた印象なんですけれども、なんか最初はね、本当にちょっとお休みしますねみたいな感じだったんだけど、結構長いお休みになっちゃって、もう戻ってきた頃からはもう本当に韓国の方がね、よく見てくれるようになったし、視聴者数もね、すごい伸びたんじゃないかなと思って、振り返るとすごくいい一年だったんじゃないかなと思いますよ。コミの部屋も良かったよって言ってね。コミの部屋まだ一度見たことないんです、正直。ね、今度、年明けにね、見ていきたいと思います。はい。さあ、そしてですね、画面下のツイッターマーククリックして、この番組の宣伝をツイッター上に拡散していただきますとですね、番組中1回のみ無料の星アイテムがもらえますので、ぜひ拡散してゲットしてください。はい、前回はですね、稲垣香織ちゃん来てくれて、これが結構反響があったというか、握手会とかでもね、稲垣香織のファンですみたいな感じで来てくれて、なんかご迷惑をおかけしましたとか言ってきて、いやお前誰だよってよく突っ込んでたりとかしてたんですけど、すごい不思議な子でしたね、稲垣香織ちゃん。見てるかな。すごいね、また来てほしいなと思いましたけれども、はい。さあ、じゃあね、そろそろ本日のゲストをお呼びしたいと思います。私に話してちょもらんま、本日のゲストはシタオミユちゃんです。こんにちは。はい、挨拶をどうぞ。はい、はい、山口県から来ました、せーの、シタオミユ、上向いてマイペースに頑張りました、シタオミユ、18歳の高2です、よろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。わ、韓国のファンがやっぱ多いね、みゆちゃんは。ですね、やっぱ韓国のファンの方多いですね。みゆみゆ、すごい、チョンゲグリ、あ、チョン、え、なんでいきなりやんないの。一言言ってから言って。じゃあチョンゲグリ、カエルやります。カエルのモノマネ、モノマネします、はい、え、キモいね。どうやってやってんの。なんだろう、でも自分もいつの間にかできてて、うん、特にやり方はよくわかんないんですけど、どうやってやってんの。え、どうやってやってんの、それ無理なんだけど。みほさんも、え、やりたい、お願いします。やりたいんですけど、マジでやり方がわかんない。音はどうやって出んの。なんだろう、歯と歯の間に風が通ってそれでなるみたいな。なんかないですかね。できない。タワーたくさんだって。すごい、ほんとだ。え、タワーすごい、みゆちゃんのファンじゃん。いやいやいや、すごい。みゆちゃんなかなかあんまり普段ショールームとかやらないの。
私結構少ない方ですね。あ、じゃあもう少ない、だから溜めてたんじゃない、たまりに溜まってるからちょっと一気に紹介しようか。デゴンリカさん、ジュンさん、カラダニピースさん、魔王さん、ジョンゲグリーさん、ミラージュさん、はい、ミラージュさん、あれ他にも、ミラージュさんですかね、ですね、あ、ミラージュさんが10本入れてんだ、嘘、あ、すごい、ありがとうございます。すごい。でも魔王さん私初めて、魔王さんはね私のファンの方かな、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、イエイ、これ初めて初めてやんないといけないんだよこれ。はい、いいですね、パワーポーズです。10本の時なんかあったよねだって。そう、まあ10本入れると、うん、はい、まあその普通のこれ通常時のタワーポーズなんですけど、ちょっとあのスーパータワーポーズに変わるんですよ。ちょっとやりますね、はい、シャッはい、今のちょっと無音のところはあのカエルの真似を入れてくださいね。お願いします、シャッスーパーだよ、イエーイ、ありがとうございます。いや笑っちゃいますね、スーパーバージョン、これ10本入った時にしか見れないんで、はい、すごい笑ってるよみんな、めっちゃ笑ってる、よかったよかったね、うん、これで10本がまた増えたら何回もやんなきゃいけないってことですか。そうだね、10本入ったら、はい、ごとに1回1回、おお、はい、みんな10本投げないでね。まあでもまあみゆちゃんは初登場、はい、ミオの部屋初登場ということで、いや知ってましたか、ミオの部屋っていう番組あるんですけど。知ってました。あ、知ってたんだ。知ってました、なんか広告で見たりとか。広告？妙の部屋、なんか一番上の方のテロップみたいなやつで、あ、ショールームでね、そうです、開いた時に出てて知ってました。なるほどねじゃあそんな番組に来ていただいたけど、はい、おお、あ、あのウィキペディアを見るっていうコーナーがあるんですけど、なんとそのウィキペディアですけどすごい書き込みがあったようですよ。で山口県出身ですね、はい、はい、キャッチフレーズは下を見ず上を向いてマイペースに頑張れ、はい、うん、性格はおっちょこちょいとか天然、はい、いやめちゃめちゃ天然だと思うよ天然っていうかちょっと変わってるよね。あーでも親にも言われます、なんか変わってるね。普通の人がこうだとしたらみゆちゃんはこう遠回りしてる、うん、でもなんかちょっと本当に不思議だなっていうか、思ったような答えが返ってこないなっていうことが多いな。なんか一回言われましたもんね、ネジが4本外れてるよねって。そんなこと言ったっけ。覚えが、ずっとそれ覚えてます。うん、まあ4本どころじゃなさそう気がするけどねはい、そして将来の夢はモデル、女優ですか。はい、へえ、です。モデルになりたくて入ったの。なんだろう、ちょっと入る前にモデル系のお仕事をちょっとだけしてて。あ、そうなんだ。そのちょっとだけして、それで、うん、なんだろう、いいなって思ってた感じ。はい、女優は、女優は武井美さんとか見ててやりたいなみたいな、そういうの見てて、うん、憧れてた武井美ちゃんみたいになりたいな、はい、はい、なるほどね、はい、そして AKB に入ったきっかけは、もともとテレビに出ている人たちに憧れていてダンスが好きでずっとやっとったけん、歌って踊るアイドルになりたいって思ったけん。めっちゃけん言うね。いやいや、これ言ってないんですよ絶対。嘘。しかも理由も全然違くて。言ってないことからこんな嘘じゃんと思って。もう鍵かかついてセリフみたいになってる。いやもう、え、違うんですよこれ。これ違くて、うん、私は入ったきっかけは、うん、なんだろう、こういう女優系とかしたいって言ってたじゃないですか、うん、だから AKB に入ったらやっぱそういう推しの子さんとか女優系のお仕事してたから、うん、それで女優系のお仕事もできるかなと思ってやったんですよ。県は山口県の方言というか、はい、あ、そうなんだ。使う、え、なんだろう、でもインタビューとかでこういうので使ったことはあんまないです。使えって言われたら使いますけど、やっぱ山口の地元の友達とかお母さんとかと話すときは
こういう感じで方言がめっちゃ出る、出ますね、出てます多分無意識に。AKB のメンバーとさなんか喋ってるときは出ないの？地方、広島県の子とか、うん、福岡とか、まあ、近い地方の人は出ます、うん、やっぱそれあるんだね、やっぱ似てたりとか、うん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 、ね、山口県ってどういうこと、なんか独特なんていうかちょっと変わった方言みたいあるの？山口県は最近知ったんです、私も使ったことなかったんですけど、なんかブルトッピンっていうのがあるらしくて、うん、ブルトッピン急げーっていう、ブルトッピンっていうの、ブルトッピンっていうところがあるらしい、ね、あるらしい、しかも、山口の萩市の方を、うん、韓国でチングってあるじゃないですか、うん、それが本当に使ってるところがあるらしくて、山口県内でだから友達をチングって言ってる、あるらしいんですよ。らしいってことは知らないの？私は知らないですけど。なんで？あるらしい。そうなんだ。らしいんです。すごい面白いですよね。はい、ミラージュさん10本タワー、そしてミュチンチャイプダさん。お、ありがとうございます。ます10本入れちゃったよミラージュさん。入れられちゃった。またやらないとね。これ結構、はい、あの体力使うんだよ。やろ、じゃあ同時にやろ、同時に、せーの、はっ、チャキン、はい、いいね、だだ慣れてきました、よかったです。さあまだまだありますよ、はい、チームメイトオーディションを受けようと思った理由は、私は誘われてやってみようかなって気持ちでやったの。これも全然違くて、全然違ってくれよ、これは言ってない、これは全然違う、こんなの言ってない し、 しいな、あといつもこんなんじゃないですもんね私、え何が、こんな感じの子じゃないですよね、やったのーみたいな、あー確かに、まあまあやったのーとあんまり言わないそうだけど、はい、じゃあ本当はどうなんですか、ちょっと結構あんまよくないじゃん、理由は一緒ですよ、えあえなんでだろう、まあ、気持ちでやったの、誘われて、うん、でそっからまあなんか楽しそうだなとか、うん、あと何でも飛び込めってなんか言われて、うん、であじゃあやってみようと思って、人生一度きりだしやってみようって、一緒やんちょっと違う、一緒やん、ちょっと違いますよ、いやもうなんかウィキペディアで盛られて書かれてさ、ちょっとなんかなんていうのあんまりいい感じじゃないなって思ったら普通にそのまんまでした、違う山口県って AKB 人気あんの知ってんのみんな、山口県ですか、知ってますよ、へえ。知ってます知ってます、友達にも好きな子いました、そうなんだ、いましたよ、へえ、うん、でもテレビにで見る機会なんてあんまなさそうだね、見ますよ見るのかな、見ますよ、AK ビンゴは確かにないですけど、でしょ放送されてないですけど、うん、けどまあいろいろ検索とかして、あネットで見れたり山口ローカルのさチャンネルってあるの？山口ローカルありますね、え2本くらい、なな3本有名なの、一番有名な山口ローカルって何？ YAB な何か有名な、YAB、番組ですか、ちぐまや家族っていうのが有名、えちぐまや家族、ちぐまや、ちぐまや家族、ちぐまや家族が有名、ちぐま山口の反対側から読んで、うん、ちぐまや、あ家族、どういう番組なの？なんだろう、なんか設定は本当に家の設定で、ね、家族設定もちゃんとされてて、うん、でその中でまあ寸劇をたまにしてたりとか、うん、まあ地方に行ってロケしてたりとか、全然すごい、だから私それに出るのが夢で、あちぐまや家族に出たいんです、ちぐまや家族出れそうじゃないですか、出たい。ちぐまや家族だあります、ちぐまや家族できましたか、あそうそれです、それです、それです、見たい、すごい、これちっちゃい頃から見てて、ま、でもこれ山口廊下ですもんね、そうですそうです、まあ、ちょっと私は本当申し訳ないというか恥ずかしながら誰も知らないというかあれなんですけど、山口は有名なのか、有名です、めっちゃそうなんだ、これ見て育った感じで、ちっちゃい頃からって、ちょっと見てみたいな、そうですこれ見たら山口家のこと分かりますよ結構、そうしかも YAB じゃない、 TYS TYS さん、
ちょっと、YAB がもうない。 YAB もあります。あるけど、あります。 TYS という放送局です、はい。あはい、なんかどっちもピンとこないんで、まあどっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど、まあそういうことらしいです。へえ、じゃあそのなんとか家族に出れるように頑張ってください。はい、頑張ります。はい、そしてね、本当にめっちゃいっぱいあるな趣味、お花の観察、はい、ダンス、おこと、音楽と映画鑑賞。はい、おこと弾けるんですか？おこと弾けますね。習ってました。持ってます。あの爪みたいなつけてね。そうです、つけてピン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 って、うん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 。お花の観察とはちっちゃい頃お花が好きだったんですよ。おばあちゃんの影響で。そうなんだ、うん、今は違います。はい、なんか、長所は何事にもくじけないところとかメンタルが強いところあるけど、短所に2つありますよ。口下手、そしてすぐに緊張してしまう。はい、緊張しいなんだ。緊張しいですね。今も結構緊張してるかな。全然わかんないね。なんか笑うようにしたらバレなくなりました。あ、顔顔あ、そうなんだ。なんかこれすごい緊張したみたいなある？どれだろう。やっぱなんだろう、初選抜でのやっぱテレビ番組に出た時とか、うん、なんだっけ、ノーエーマンで、ベストアーティストとか。あ、そうとか、やっぱそういうところ。確かにベストアーティストは私めっちゃ緊張したかも。あとチーム A さんで、チーム A さんになって、で初めて あの劇場公演のレッスンとか緊張しました。うん、初めて先輩とかいるから。あ、そっかそっか、 A だったもんね、それまでは。そうですね、だからめっちゃ緊張しました。でもレッスンなんてさ、うん、正直さ、何もうメンバーだけじゃんメンバーだけですね。テレビでカメラの前で緊張するとかわかるけど、はい、カメラの前よりも人の前の方が緊張するんですよ。あー、そうなんだ、うん、へえ不思議不思議、うん、はい、あ、もう質問いきますか。はい、ということでここからはこの配信の前に行われた、個人配信ミャオの部屋自宅編にてユーザーの皆さんが考えてきたゲストに聞きたいことを聞いていきます。質問はカードに書かれてありますので、はい、正直に答えてください。はい、はい、おーすごいよ、うん、もう形式変わったね。はい、プロデュース48に対しての質問4つほど、あ、5つか5つ来てるので1個ずつ聞きましょうかね。はい、じゃあまず1つ裏話ありますか？裏話なんかあるんですけど出てこないんですよね、すぐ言われて。どうしよう、考えてください。うわ、裏話なんかもう記憶をたどるんだよ、最初から。最初から、うん、最初からか。あ、めっちゃ裏で、うん、部屋泊まってる、みんなで泊まるじゃないですか、宿舎。宿舎、うん、宿舎で、その時水が飲みたくて、うん、でもお風呂上がりでなんか、なんだろう、下着というかそんな感じの服だったんですよ、うん、で、タオルをかぶってめっちゃダッシュで1階の外から丸見えの 水飲み場までダッシュで行って帰ったこと。え、どういうこと？お風呂上がりで、マッパじゃないですよ、タオル羽織ってましたけど、うん、タオル羽織って水汲み場あるんだよ。下着で、ほぼ下着で行ったこと。やばいじゃん。かな、裏話と言ったらかな本当に裏だね、それ。めっちゃ裏裏のめっちゃ裏何の話してんの、めっちゃ突っ込まれてますよ本当に、それしか出てこなかった。なんで服着てから行かなかったんですか？なんか、なんだったっけな、あの時なんか、なんでだったっけ、なんでだろう、服なんでだったか忘れました。めんどくさかったのかな、暑くて。
あ、まあ、だから夏だったもんね。だからなんか行けるかと思って多分行ったんだと思います、夜のテンションで。でも私もお風呂なんかシャワールームさ、もうすごい狭いけどさ、なんか下着とか持っていかないと無理じゃん。はい、シャワールームに、ね、確かに。でも私タオル持ってくの忘れちゃって嘘で下着も持ってくってか、もう何も持ってきてなくて、ただ入るだけ入ってでタオルがなくてびしょびしょで、でも部屋はカメラついてるじゃん、はい、ですね、ついてました、うん、だからいやもうこれは絶対絶命で、しかもその時みんな違うなんか部屋になんか行ってて、はい、部屋に誰もいなくて、でどうしようって思って、もうそこは、はい、カメラに全裸をさらした。そう、いやいや、もう無理だもんだって。面白いそれ。もう無理だなって思ったから。はい。顔隠しない。全裸をさらしました。いや面白いですね。はあ、カメラ事情。カメラはね、でもカメラ事情本当に10時間回ったもんね。ですね、ずっと回ってたから本当。ずっと気が許せなくて、うん、それはやばみ、そうだね宿舎の中もかなり大変だったね。大変でしたね。まああの衛生面で大変だったよね。ちょっと大変でした。本当に最初の頃は人数が多くて、うん、たくさんの部屋を使ってたから、うん、マジでシャワーの圧が弱くて、本当にえもうびっくり、ちょろちょろちょろ、あ雨雨小雨みたいな雨、確かそのくらい、本当にそのレベルの、ね、うん、圧で、でも2日ぶりのお風呂なのに水圧弱くて全然洗えないみたいな、しかもなんか10分で入る的なくらいの時間の短さ、これはもう本当にみんな大変だっていうのを共有してるから、1人10分で入る順番もじゃんけんでしたね、うん、そうじゃんけんでしたね、大変だった。後藤萌ちゃんがいつも飼ってたイメージはあるわ。後藤萌ちゃん、あ、そうなの、うん、いや、そうなんだ、同じ部屋だったじゃん。そこも忘れちゃった。やば、結構やばい、記憶力やばいよ。あら、じゃあ次こちら、はい、大変だった評価。大変だった評価覚えてますね。どんな感じだろう、評価は覚えてます。だった評価、なんかこれは大変だったな。ああ、やっぱ初めの動画の一番最初から、うん、その順番決められるのがあんま今まで人生の中でしたことなかったから、うん、めっちゃ大変でした。え、何？順位をつけられるってあんまないじゃないですか。やっぱ総選挙とかではだからこの子が一番上とかそういう投票数で決められちゃうけど、うん、プロデュースに入ってそのダンスとか歌を見てこの子は A、この子は B、この子は C、この子は D、 あ、順位っていうかランク付け、ランク付けされたのが、うんうん、あまりなかったから、うん、だからそれで結構、え、そうなの？身体的？なんか心？心的？うん、なんかちょっとしょぼんってきたかなあ、そうなんだ、はい、このそれが一番大変だった、うん、大変でしたね。一番最初がやっぱ大変でした、慣れるにも。あららら、ら、そうなんだ、はい、意外と、うん、こう、まあ、心身的に、はい、ショック受けるタイプなんだよね、精神的にか、うん、でズルズル引きずるタイプ。そうなんだ、全然そんな感じしなかったけどなずっと休憩時間にツル折ってた思い出しかないわ、はい、みゆちゃん折ってたっけ。ツル、チーム8のツアーで使うんです、ツルって言ってずっとツル折ってて、そう、いやもう、その時めっちゃ大変だったんですもんね。だから私も折ったもん、ツルも折ってくださって、そうだからチームエイトのファンはあれですよ、わーこれだみゆちゃんが、クローバーですよ、あ、クローバーだ、クローバーはどっちもいいんだけど、それを折ってくれてうーって思ってるけど、もしかしたら私とか、はい、もうあの、そうです、あと誰がトムさんとか、トムとか、ジュリさんもだし、ジュリとかがおったやつかもしれませんからね。もう超がっかりしてると思います聞いて。本当、うん、俺プロデュースもやんなきゃみたいな、大変だった、うん、で、イクミンも同じ、うん、いた、そう、オクミン、イクミンもいて、チームメイト、オクミン、イクミン、イクミンね、イクミン、
変だったな。イクミンとはさ、やっぱイクミンはさ、なんか私の中ではというか、なんか、はい、こうダンサーがすごい上手いイメージがあるんだけど、うこう、はい、なんかライバル視とかしてたの、その時は。同じ、あ、プロデュース中ですか。うん、プロデュース中はなんか、なんでもイクミンは絶対デビューまで行くだろうなって思ってました、うん、え、私そうなんだ。なんかプロデュース受けた時からやっぱイクミンは最後まで残るんだろうなみたいな。なんでって思ってました。だ、見た目も韓国っぽいじゃないですか、うんうん、なんか全部キュッキュッキュッって細くて、うん、しかも踊りもうまいし顔も可愛いし、うん、いや行くんじゃないかなって思ってたんですけど。まあ、うん、ライバルっていうかさ、人がさ同じさクラスにさ行ったらさ、うん、なんか燃えるんじゃない、みゆちゃん的には。燃えはしなかったですね。え、なんだろう、でも一緒に頑張ろう的な、一緒に頑張ろうまでそこまで平和じゃなかったですけど、うん、なんだろう、まあ、私は私みたいな、いや仲間意識、うん、はい、そんな感じじゃなかったです。でも前までめっちゃ仲悪かったんですよ、はい、なんかそんな感じするわ。だから最近仲良くなって、でそこからのプロデュースだったから平和だったのかもしれない。確かに確かに、 そう、そこでまだその落ち着いてたから、落ち着いてない時だったらもう、 そう、やばかった、ここ違うよ始まって絶対怖かったと思います。ノーファイト、ノーファイト止めに行かないと、はい、あ、お、イスギシランミウのオンニレさん、あ、オンニー、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、はい、まあでもね、難しいですかね、いっぱいいるから。難しいですね、やっぱ、うん、はい、じゃあ次、前と後、プロデュース前とプロデュース後での変化、ね、ほうはめっちゃありました。じゃあ前から聞きますか。前は、うん、え、前も結構その制服の羽の選抜っていうか、ま、上の方に選ばれたりとか、制服の羽っていう趣味との楽曲あるんですけど、うん、そうやって選ばれたりしてて、でもなんかなかなかそういう若手選抜とかに選ばれなくて、うん、でなんかちょっと、うん、なんだろう普通に活動してた。普通に活動してたって何いや、みんなは普通に活動してるよなんか選抜にもあんまり選ばれない感じでした。うん、まあ、ちょっと音信不通でずっと押されてはなかったよ。そうですね、押されまではいかなくてずっとしてたんですけど、音信不通。何、音信、え、音信不通、え、音信、嘘、私が言ってました。なんで、ね、音信不通音信不通ってあのね、連絡取れないことだよ、うん、あ、そうなんですか。あの音信不通っていきなり連絡取れなくなっちゃうことね、はい、音沙汰なし、音沙汰なしかな、音沙汰なし、活動してて音沙汰がない、はい、こうパッとしないかな、多分言いたいことは、はい、あのそれだと思います。はい、はい、ですけどどう変わったかですよ。今日その後は、はい、その後は選抜にも選ばれたし、うん、ソログラビアできたしみたいな、うん、なんだろう、結構目立つソロでの活動が増えた、うん、おお、ソロで、ソロでの活動が増えました。それはプロデュース48の影響でですか。プロデュース48の、はい、影響ですね、やっぱ、その韓国お好きな方とかが、うん、その雑誌の中で選んでくださったりとか、うん、そんな感じです。とかそれでソログラビアとかもプロデュースですごい人気が高まって、うん、すごい注目になったから選んだよとか、嬉しいね、そういう方とか増えました。へえ、マジで天然だなって途直球よかったよ本当に。でも見つかった感じするもんね、みゆちゃん。はい、確かに私もプロデュース始まる前は、うん、みゆちゃんのことをよく知らなくて、はい、うん、なんか本当知らなかったの、はい、うん、でも本当にプロデュースからガラッと変わった印象がありますよ。うん、ミオさんとこんなに話すことが増えるなんて思ってなかったです。うん、なんかAKB のさ、はい、メンバーでも別に仲いい子いなかったじゃん最初。その8は知らないけど。ああ確かに。こう、はい、普通の、うん、なんていうの？
そうですね、選抜と関わったこと、うん、選抜が先輩のメンバーと関わったことがなかったんで、そうそうそう、だからなんかみんななんかどう接していいのか分かんなくて、なんかイクミンとかはさ、なんていうの、結構さ自分からガツガツ来るじゃん。そうですね、うん、話しかけてくるじゃん、うん、だからすぐ話したことあるし、同じチームになった方も、はい、あ、同じチームはないかな、でもまあ知ってるけど、はい、みゆちゃんは本当に分かんなくて、ね、でもなんか休憩時間も結構韓国の練習生といるイメージがあったから、はい、なんかすごい最初はどう接していいか分かんなくてでも本当です、ね、うん、本当に、うん、まあ、最後まで残ってくれたからさ、まあ、お互い最後まで残れたから、はい、それでこうどんどん人数が減って話す機会増えたよね、うん、増えました、ね、増えました、めっちゃ、はい、はい、まただよ、すごい10本紹介しないでよ、いやいやいや、はい、ミラージュさんが10本、はい、そして体にピースさん1本ありがとうございます、います、やらなきゃいけないこれ、え、これ強制ですか、はい、怒られるの、勝利怒られるの、せーの、はっ、はい、3回目だからもう30分入ってるすごいすごいすごいね、はい、めっちゃ、じゃあ4、高層ビルみたいな、三味、三味、三味、はい、3M、 3M、 3M ってあれですよね、そう、みゆ、みほさん、みゆ、みゆさんだ、みみみ、みみみ、三味、三味、トワイスのミサモみたいな、うん、ミサモみたいな、なんか3人で仕事する機会2回ぐらいあったよね、本当ですね、いっぱい取り上げてくださって、うん、ありがたかった、そう、でも1回本当に3人で取材受けるっていう仕事が入ってさ、うん、はい、まあ3人ともマネージャーが違くて、で、みゆちゃんがマネージャーからスケジュールを来てなくて、あ、そうだそうだそうだで、それで超大幅に遅れてきてで、全く、まあ、みゆちゃん悪くないけど、まあ、遅れちゃって、うん、で、その日山口に帰る予定だったのに帰れなくなっちゃった、帰れなくなっちゃった、それめっちゃ覚えてる、そうめっちゃかわいそうだった、あれみんな悲劇全員悲劇全員悲劇がね、あとは新大久保か、新大久保ですね、新大久保で料理食べながら、うん、取材受けて、でもみゆちゃんは食べなかった、そう、みゆさん、みゆさんすごい断食中でね、本当に、あ、みゆ、みゆ、みなみじゃなくて、あ、わかんない、みゆ、みゆ、みほだよ、あ、はい、みゆ、みゆ、みほ、みなみ、みさき、みくと、いるんだよ、うん、マジャよ、マジャマジャマジャよ、マジャマナよ、ミがマヌンで、ミル、あ、ミル、サンミヌン、ミル、ミユ、あ、ミル、ミユ、ミホ、マジャよ、多いな、てか M が多いですね、今回多分プロデュース参加してる人、うん、そうだね、 M が多いから、はい、じゃあ5行きましょう、はい、5、はい、本田ひとみちゃんにエール、エール、まあ、ひーちゃんは今、はい、アイズワンで、ね、活動してますから、なんか最後まで立ち位置というか、うん、あのポジションを取り合ってましたもんね、うん、はい、なんかエールというか、エール、ひーちゃん、なんかひーちゃんなんて呼ばれてますっけ、パン、パン、パンに似てるみたいな、ほっぺが言われてませんっけ、なんかパンなの、ほっぺ、なんだっけな、ひーちゃんでいいんじゃない、ひーちゃん元気ですか、ちょっとこれを誰かから伝えてもらえたら嬉しいな、うん、嬉しいです、ひーちゃん頑張ってね、応援してます、え、この間会ったじゃんこの間会ったばっかでしょうわ、1万人でーす、おー、1万人、サンミダー、サンミダー、ひーちゃん元気ですか、元気、見て元気そう、うん、元気そうですね、めっちゃかわいい、今日本にいるよ、はい、すごい、お、
じゃあいきますね、はい、じゃあプロデュースフォーテイトの質問は今ので、はい、これからはね、あ、本番ですか、本番って言うの、あのもう本番ね、もう35分前ぐらいから始まってるんですよ、ごめんなさい。じゃあいきますね、はい、こちら私についてですね、みおさんについて、まあ、第一印象だったりとか今の印象かとか、まあ、何でも、みお、うん、さんは私一生喋らないだろうなって第一印象思ってました。でも私もマジそう思った、なんか喋らないんだろうなって思ってて、大先輩だし、なんか私なんか多分目にも止まらないんだろうなとか思ってたら、うん、っていう感じでした。チーム A の公演でなんかみーちゃん気になってますって言ってくれて、でそれで、うん、なんかあ嬉しいな、頑張って話そうって思ってなるね、はい、でした。でもすごい可愛い、目がクリックリしてて、うん、可愛いなって思ってました。おお、でも私、みゆちゃんと喋る前、その、はい、D クラスで一緒だった時に、うん、多分めっちゃ気強いんだろうなと思ったの。本当ですか、うん、でもあの時はもうマジビンビンに張ってました。なんかもう気持ちで負けたらダメだなと思って、うん、でもうダメだダメだと思ってずっとビンビンに張ってて、センサー、そうだから目からかな、めっちゃ多分気が強いからこうなんか声をかけて一緒にやろうっていう感じ、一応なんかリーダーだったが D の、あ、そうですね、そうだから声をかけてなんかみんなで教えようっていう感じよりも一人でこう黙々とやってる方が気持ちいいんじゃないかなと思って、なんか話しかけづらかった。ああ、うん、あの時はそうでした。めっちゃ、あ、やっぱそうだったんだ、うん、あとなんか周り見たらみんな一人で結構やってるから、うん、やっぱり自分も一人でやんないと、なんかいつも人と一緒にやる人なんですけど、うん、あの時はなんかいや個人戦なんだなこれはって周りを見て、あの子とすごい仲良かったよね。ヨンスですかね、ヨンスかな、ヨンス韓国の子ですか、うん、日本の子ですか、韓国で多分ヨンスかな、え、ヨンスちゃんだっけ、メガネかけてる子、メガネかけてる子、待てピカブのセンター、あー、え、でもあれって途中からでしたよね多分、え、でも D だったよねあの子、もともとですか、もともとってか、あのクラス替えしてから、クラス替えしてから、そう、なんだっけ名前、待ってなんだっけ、みんなユンビや、ユンビ、あ、ユンビ、ユンビ、ユンビ、キムユンビ、ユンビ、私ユンビちゃん絶対デビューすると思った。え、私も可愛かったですよね、めっちゃ可愛かった、可愛かったね、うん、もったい、うん、しかもめっちゃ練習するし、そうそう、めっちゃなんかあの、うん、優しいし、うん、うん、可愛いし、練習、うん、めっちゃしてるイメージ、あ、キムユビンだ、ユビン、ユビン、あ、全然違う、ユンビ、ユビン、ユビンユビンちゃん、ユビン、ユビン、今現在ミオのことどう思ってんの、今現在ミオさんのこと、ミオさんのこと、なんだろうな、でもずっと好きなのは好きなんですよ、ミオさんのこと、うん、好きなのは好き、好きなのは好きなんですよ、うん、けどどうや、なんかそのチーズホットグとかホットグとか、うん、なんか行こうって話したじゃないですか、うん、で今日とかその午前中暇だったんで、うん、なんだろう、誘えばいいの、誘おうかな、どうしようみたいな感じで行き詰まってる感じ、うん、誘ってよ、超もうもう誘っていいものか、え、全然誘って断るかもしれないけど、まあ、それは予定とかあるからさまあそうですよね、全然空いてたら行くから、はい、ね、行きたかったね、ハットですね、新大久保付近に行ったよ、行きました、うん、ああ、じゃあ誘えばよかったねそう、今現在はそんな感じ、うん、あ、ユビン分かんない人多いね、やっぱり、へー、でも私ユビンがピカブに誘ってくれなかったら、そうだよね、ピカブじゃなかったんですよ、うん、そうだからユビン恩人、恩人です、はい、クックさんと MD ですが、何がさん、ありがとうございます、いや日本人だよ、イエーイ、え、クックさんは違う、クックさんは韓国人、はい、じゃ続いてこちら、はい、クリスマスどう過ごしたん、まあこれはセキュラーに、もう彼氏と過ごしたのは彼氏です違いますよ、うん、私はクリスマスはまずセリカとデートし、うん、長野セリカちゃんとご飯行き、うん、お昼のご飯行き、その夜、うん、ママと過ごしました。ママちょうどなんか東京にお仕事で来たりするんで、それでママと一緒に過ごしました。そうなの、2人で意外と、はい、何するの、2人でなんだろう、ご飯食べた、ご飯食べるだけなんですけど、ちょっと仲いいんだね、クリスマス用の、はい、仲いいです、うん、クリスマス用のご飯、クリスマス用のご飯準備して食べました、いいね、
え、それ24日 ?5? これが22、今のが25だ、25日。クリスマスの日だ、クリスマスの日。なんかさ、クリスマスの日12月25なのにさ、はい、そう12月24の方が盛り上がる印象は何なんだろう、確かに、なんでなんだろう。めちゃめちゃもやもやする。でもそんな盛り上がってる中、私は握手会をしてました。いや、私もそうですよ。そう、一緒ですね。一人でやったみたいな言い方だったね、今ね。握手会をしてました。はい、じゃあ、はい、クリスマスはお母さんと過ごしたそうなんで、ファンの方ご安心ください。はい、ご安心を。はい、じゃあ続いてこちら。今後やりたい仕事。今後やりたい仕事は撮影関係したくて、撮影モデル、あ、ファッション誌。え、それ、あの、静止画とかですか？動画じゃなくてってこと？はい、動画じゃなくて、うん、ファッション誌、ファッション誌出てみたいなと思ってて、うん、結構服とか可愛いの着るのが好きなんですよ、うん、自分で選ぶのは苦手なんですけど、やっぱ選んでもらって着るのとか、あとメイクさんにやってもらうのがすごい好きなので、うん、そうやってもらって、じゃあグラビアとか水着っていうか、あ、そうです、そうです、服もうファッション系、ファッション系やりたいなって、うん、ちなみに何の雑誌出たいとかあるんですか？え、何の雑誌だろう、でも私、R さん、AAR、 R でしたっけ、 R？ ちょっとエアーだった気がするな、AR って書いて、エアーさんかな、エアーさんが大好き、 R、 はい、R です、 R さんが大好きで、はい、だから R さんとか出たいなーね。はい、確かになんかちょっとなんかナチュラルっていうか、ちょっとストレート系なのかな、R さんは結構違うの、ふわふわしてる、かわいい感じ。そうなんだ。あ、でもかわいすぎない、なんだろうな、変わった服が多いんですよ。面白いっていうか、おしゃれな服。ファッション誌見て面白いって発想マジでないよ。え、でもなんかモテ系って感じじゃないよね、なんて言うんだろう、あ、女の子が憧れる感じ、あ、清楚系、うん、いろいろ、ミャオ何も知らんなって言われた。え、知ってるよ、ビビビビビビぐらい知ってますよ、きっと叶うよ、だって絶対もう何の責任もない言葉いただきました、言われちゃった。え、読めないこれ、何ですかこれ、でか丸、あ、小籠包騎士団さん、中国のファンの方です。じゃ、小籠包騎士団さんです。シシーはい、シシーシシーシシー、じゃあ続いていきましょうか。はい、じゃあ尊敬する先輩。尊敬する先輩は大好きなの、山本さやかさんが好きで、おー、あ、さやねーね、好きだなって思って、好きな方は山本さやかさんで、うん、憧れの先輩は大島優子さんとか憧れてました。結構先輩やね。はい、なんかやっぱその入り口が大島優子さんみたいな、女優もしてアイドルもしてる人がいいなって思ったから入ったのが入り口だったから、それで大島優子さんが憧れです。うん、じゃあ現役メンバー、現役メンバーだと、お、ミャオさん、空気読んだね今。いやいや、すごい空気読んだね。でもこれはちゃんと合って、理由が、本当プロデュース48の時から、うん、なんかみんな、皆さんから怖めに見られるじゃないですか。めっちゃ見られるし、怖くしてるんですか、うん、あれ、うん、けどなんかトークとかでもすごいちゃんと人のことを見て話したりとか、うん、ちゃんと話すこと、トークが上手なところかな、やっぱり。ありがとうございます。人への配慮ができるところとか、お、好きだなと思う。見てるね。見てますか？結構人のこと見てるね。はい、なるほどね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いていきますね。こちら、初選抜。選抜、これはもう8の曲とかじゃなくて、ね、シングル選抜ですか？そうですよ。大した問題、これは。なんか去年の目標、うん、今年の初めの方に言った目標が、うん、なんかの選抜に選ばれたいですっていう。なんか緩いよね。そうなの、緩い。私全体的に緩いんですけど、うん、知ってる。それで、うん、なんかの選抜に選ばれたいって思ってて、うん、そしたらまさかの選抜に選ばれることができて、うん、目標かなってすごく嬉しいです。すごいね、嬉しいです。本当にこれからもっと継続したりとか頑張れたらいいなって思います。うん、確かにね、はい、継続
難しいんだよこれがね、はい、まあ、でもすごくね皆さんあのお祝いしてくれてますからね、はい、継続は難しいけど今押されだからね、ありがとうございますねえありがとうございました、ありがとうございました。さあということであっという間にエンディングのお時間ということでございまして、はい、どうでしたか今日は。今日は、めっちゃ楽しかった、うん楽しかったです。楽しかったの本当にハテナがついてたよ。楽しかったですめっちゃ。でもめっちゃ緊張してました。本当に今日ずっと緊張してて、だから集合も1時間前に来ちゃってやばずっと緊張してました今日そうだから韓国語とかなんか変に検索したりしちゃって、うん、まあ、今日全然役立たなかったんですけど、いや覚えてないんですけど何を検索したのちなみにファンの方のコメントをめっちゃ検索してました。どういうこと？その待ってるよとかの韓国語とかが、うん、コメントでくれるんですよファンの方が。ツイッターとかインスタとかでコメントしてくれた中に韓国語は結構あるので、その韓国語を検索して、うん、あこれ使えるなと思って保存したりとか。なんかないの覚えてるの？覚えてない記憶力ないよねマジで。記憶ないんですよね。それさダンスの振りとかもさすぐ忘れちゃう、はい、ダンスは結構覚えてるんですよ。けど ふんわりですけど覚えてる方なんですよ。そうなんだ不思議だね。はいそしてケニーさん、またあ、ケニーさん、ケニー、イエイ、ありがとう、マサミだ、なんと、はい、さあそんな感じでね、はい、ランキングの方を発表していきたいと思います、うん、第5位が第5位、テゴ、うん、テゴ、テゴンリカさん、テゴンリカさん、テゴンリカさん。第4位がジュンさん、ジュンさん、みさみだ。第3位がカラダにピースさん、ありがとうございます。第2位がミウチンチャイプダさん、あーみさみだ。そして第1位もちろんこの方ミラージュさんです。しっかり、まあ、タワー30本入れてますからね、当たり前だと思います。本当にすごいですね、はい、さあということでね、ミヤオの部屋各週木曜のスタジオ配信の他に私一人の個人配信も行っています、そこで、次回の配信スケジュール発表しますね。次回はですねもう2019年年明けて来年の放送になります。自宅編が1月5日の土曜日で、時間こちらまだ未定でございます。決まり次第あの SNS で告知しますね。あとはスタジオ編は1月10日木曜日の21時からです。はい、お楽しみに。楽しみに。いや今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあね2018年最後の放送になりますので、はい、まあ、皆さんお体ご自愛ください。そして今年1年もありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ韓国語で、はい、まあ良いお年をとか明けましておめでとうみたいな言葉はせーぼ、せーぼ、マニパズセヨ、マニパズセヨです。はい、でご挨拶しましょうか、はい、せーの、せーぼ、マニパズセヨ。ありがとうございました。ございました。またねー。おさんにだー。